はい、それじゃあね、今回は第1問の問い2番の回答解説をしていきます。早速ね、問題文を読んでいくと。化繊維について、生物の共通性について述べた文として誤っているものを1から6のうちから1つ選べってやつですね。はい、じゃあまず1個1個見ていきましょう。じゃあ、丸1番。丸1番は、すべての生物は細胞からできている。これ何説って言いました？これ細胞説ですね。はい、OK ですね。細胞説ということで OK。はい、OK。では、ちなみに、細胞説。ね。植物の細胞説について、植物ね、植物はすべての、すべての植物は細胞からできているって言ったのは誰ですか？誰でしたっけ？シュライデンね。で、すべての動物は細胞からできているって言ったのは誰？シュワン。OK。ね。はい。大丈夫ですね。じゃあ次行きますね。丸2番。はい。丸2番行きますよ。丸2番。生物のエネルギー通貨は ATP である。生物のエネルギーはね、ATP ですね。ATP。はい、OK。はい、ちなみに ATP の構造はどんなんだったかなって言ったら、おっとい。リン酸。で、リボースが続いて、で、アデニンですね。はい。OK ね。リン酸。で、このリン酸とリン酸の間っていうのは、高エネルギーリン酸結合って言いましたね。大丈夫ですね。じゃあ次、丸3番いきますよ。はい、丸3番は、すべての生物は子孫を残す。そうですね。馬であっても、人であっても、牛であっても、何であっても、大腸菌であっても、すべての生物は子孫を残しますね。これは生物の宿命ですね。大丈夫ですね。はい、じゃあ次、丸4番ですね。はい。丸4番。すべての生物は進化の最終段階である。これは正解ですか？丸ですか？バツですか？バツですよ。バツ。はい。これ。頭の中に入れるとき、ゴキブリの話を僕はするんですね。ゴキブリの話。ね。どんなことかっていうと、ゴキブリの体の横にはね、ゴキブリ、横から体見ますね。ちょっと適当に書きますよ。てん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 ってこんな感じでね、穴が開いてるんですよ。ね。これ、鬼門って言います。これ皆さん知ってますよね。鬼門ね。で、鬼門って言って、この鬼門、ちょっとこれ、つい、横から見てますけど、こう、ゴキブリ縦に切ってみて、で、皮膚があって、この、鬼門の入り口、鬼門ここね。で、そしたらここ、気管ね。気管ってあるわけですよ。ね。で、この鬼門のとこから空気入れて、気管を通して、で、組織にね、こう空気を入れ、行き渡らせるわけじゃないですか。で、ゴキブリを倒す方法として、昔っていうのは、ね、よくね、液体洗剤をかけてたんですよ。じゃーって、液体洗剤って粘性がありますよね。そうすると、この鬼門のとこからこう吸い込んでいって、ここの気管のところには、気管のところに粘性のある液体が入っていって、窒息死をするっていうね、方法でゴキブリを退治してたんですけど、最近のゴキブリはこれが効かない。なんでかっていうと、このゴキブリ、羽はあるじゃないですか。ゴキブリってね、昆虫の羽ありますよね。その羽をね、少し、昔もね、こんな辺だったんですよ。この辺のラインだったんですよ。羽があったの。を羽のラインをね、少し長くして、羽をね、少し長くして、この鬼門を覆うような形にしたわけですよ。そうしたら、着物のところね、羽でカバーしておけば、液体洗剤上からかけられてもね、生きてられるでしょ？粘性のある液体がこの気管の中に入っていかないから窒息しないでしょ？そうやってゴキブリ対処したんですよ。ね。こう小さな進化じゃないですか。ね。ゴキブリって変わらないけど、小さな進化でしょ？ね。だから、生物っていうのはね、進化の最終段階ではない。完全な姿っていうわけではないですね。そこからね、まあ、変わることができる。ね。ってことですね。はい、ってことで、丸4番はバツですね。じゃあ次、丸5番見ていきます。丸5番。すべての生物は、すべての生物は内部環境の維持機構を持つ。合ってますね。はい。OK。ね。丸6番。それにまあ関連する話ですけれども、すべての生物は外部環境からの影響に反応する。あ、応答する。OK ですね。はい。体温が下がったとき、周りがね、周りの大気が冷たくて体温が下がったとき。っていうのは自分の体温を上げるような方向性に、ね、体の中っていうのは働いてきますよね。ちゃんと応答してますね。はい。ということで、今回は丸4番が×というわけで、答えが丸4番というわけですね。はい。OK でしょうか？はい。それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回は第1問の問3番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。